お越しやす三条名店街、本日はクリスタルワールド京都三条本店にやってきております。川島優太さんにお話伺います。よろしくお願いします。お願いします。はい、ではまずこちらどういったお店かをご紹介いただきたいです。はい、弊社は一応天然石のアクセサリー、あとは鉱物で、あとは化石類ですねを一応取り扱っております。で、一応鉱物類に関しては、はい、水晶や、はい、原石類になりますね。ちょっとマニアックなものから結構メジャーなものまで、取り扱っています。はい、こちら、はい、はい、すいません。いや、こちらが一応化石類になりますね。はい、まあ、サメの歯や、まあ、恐竜の歯、あとはアンモナイト、三葉虫などを一応扱っております。恐竜の歯がを初めて私見たんですけど、はい、こちらも購入できるんですか？そうですね、おご購入いただけますね。そうなんですね。こちら、種類でいうと水晶だったら何種類ぐらいありますか？そうですね、水晶ですと大体今多く取り扱っているのがブラジルヒマラヤ、あとはウルグアヤ、まあ大体10種類以上は取り扱い今ございますね。あ、そうなんですね。化石は何種類ぐらいあるんですか？はい、一応今扱っておりますのが大体100種類ぐらい在庫がございますね。あ、本当にもう博物館のような店内で見るとすごく楽しいですね。そうですね、いろいろ手に取ってご覧いただけるので、そこがやっぱりネットと違って店舗のそのいいところだとは思いますね。価格帯も割とこう手が届きやすい価格帯ですよね。そうですね、だいたい100円ぐらいのものから、1000円ぐらいのものより多く取り揃えておりますので、小さいお子様でもやっぱり手に取りやすい価格帯だとは思いますね。実際にちょっと川島さんがお好みの化石をご紹介いただけたと思うんですけど。そうですね、私が一応すごい気に入ってるじゃないですけど、はい、それだと思うのは一応このアンモナイトの化石になるんですけど、はい、こちらの方が一応その真珠膜っていうものが残っておりまして、その表面がレインボーにコーティングされたような色合いになってるんですよ。こちらがすごい、どの方にも人気があって、私自身も好きな商品にはなりますね。光の当たり方ですごく色も変わってとても綺麗ですね。そうですね、すごい綺麗だと思います。これが自然の色だと思うと本当にすごいことですね。そうですね、これのレッドバージョンもありまして、一応赤色、本当だ、見えますね。本当です。実物見ていただく方がやっぱり綺麗だと思います。ありがとうございます。皆さんもぜひ実際に来て見て、お手に取ってみて楽しんでみてはいかがでしょうか。本日は川島さんにお話を伺いました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。